聞こえく遠い遠い波音、遥か遥か西への夢の化石歌うよ Be silent。 遥か遥かな時の流れ、刻まれた心、幾千万の体より蘇る古代の光、求め求めて生ぬろまん幻の希望、求め旅立つ情熱の何まで便宜を図っていただいた上にサントリーニ島まで送っていただけると、いや痛み入ります。いえいえ、実は私はあなたが宇宙考古学会に提出されたクワスチカのレポートに前々から興味を持っていたんです。ああ、しかしあれは学会で否定されてしまいましたが。学者の集会なんてのはそんなものです。自分たちが作り上げた学説を覆されたくない。いつの時代も真実を求める者はそういう連中に笑われたり無視されたりしてきましたよ。ああ、トロイの遺跡を発見したシュリーマンがそうでした。そしてもう一つのアトランティスではないかと騒がれたあのサントリーニ島の海底に沈んだ遺跡を探り当てたマリナトス教授は事故死されたし。そうです、ランドーさん、遥かな古代の真実は常に新しく我々の前に現れます。大秘宝クワスチカの謎をぜひとも探り当ててください。ありがとう。ああ、そうそう、忘れるところだった。ランドーさん、これをあなたに差し上げたいと思っていたのです。これは紀元前1500年の頃、サントリニ島の大半が海底に沈んだ時の遺跡から発見された花瓶の一部ですがね、模様をよく見るとどうやら文字ではないかと。なるほど、言われてみれば。しかも他の発掘品と違うのは、いわゆる古代エーゲ文明よりずっと遥かな超古代のものではないかと思うんです。何ですと？私の睨んだところ、ギリシャ神話の本当の謎が隠されているのではなかろうかと。ギリシャ神話といえば、エーゲ海一帯の島々にはゼウスやヘラやポセイドンの神殿の跡が散らばっている。ギリシャ神話の謎。ええ、これはあなたに解明してもらった方がいいでしょう。貴重なものをありがとうございます。いえ、お、見えてきましたよ。サントリニ島のテラ島です。ああ、早速子供たちを連れて海底の発掘に取り掛かろう。恐れながら地底ゴブリンのデーロス様に申し上げます。
何事か。あ、先ほどアテネのエーゲ海発掘管理局にサントリニ島の海底調査の許可を申し出てきた男がおります。ゴブリン結社本部からの手配のこの男、達也乱動に相違ありません。なあ、黒万事で我らが行く手を再三再四渡り邪魔立てをするものだ。ご苦労であった。はは。お呼びでございます。エーゲ海じゃ。今を遡る遥かな昔、我らが祖先が屈辱を受けた場所。ただいまシーラの艦隊が向かっております。ゴブリン神話による屈辱の封印の地点を探るため。シーラ、白軍機関隊の半分を割いてアクロバンチを討滅するように伝えよう。はっ。待て、親衛隊の一部を火星につけてやれ。かしこまりました。よいか、紀元前の昔、我らゴブリンが受けたという屈辱の封印の場所は、このクノッソス宮殿のいずれかに隠されているというゲペウの予言だ。くまなく調べよ。クワスチカへの足がかりという。何事か。お耳を。何？ガルモン、ここはそなたに任せる。はっ。シラミック部隊は私と共に出動する。パパじゃないだろう。父さんと呼ばんか。分かってるわよ、親父。もう呼び方ぐらい徹底しろ。ゴブリンだ。わかった。アタック！パンチ！アウト！外した。回り込まれた。クソ、しつこいやつだぜ。チェッ、すばしっこいやつだな。ジュン、左だ。あ、今度は後ろだ。やられる。ひとまず身を隠そう。ジェン、水中煙幕弾だ。オッケー。
まだ遠くには行っていまい。付近をくまなく探すのだ。みんな動くな。しばらくじっとしていろ。レーダーに反応しそうなものは全て停止させておくんだ。わかった。オッケー。了解了解。親父、ヒロが見当たらん。本当だ。ヒロのことだ。うまく敵を巻いて戻ってくるだろう。反撃のチャンスがつかめるまでみんな迂闊な動きはするんじゃないぞ。オッケー。はい、はいよ。ちくしょう、あのくらいの敵なら一気に潰せるんじゃないの。パパ早まるな、ジュン。他に援軍が控えているかもしれん。しばらく様子を。あ、パパ。これは一体。旦那さん、資料室の方で例の破片がうなってます。何？申し上げます。何事だ。白軍機のクレタ島調査隊が手がかりをつかんだ模様です。何？ご報告申せ。あ、これにございます。それは今を遡ること3600年の昔、火山の突然の爆発によって海中に水没したもう一つのアトランティスの一部でございましょう。サントリニ島の古代の都を譲った大地震は火山の爆発によって決定的な破壊を受け、吹き上がる火山灰は遥かクレタの王宮の空を覆って降り進み、押し寄せる津波は数千年にわたって栄えたクレタ文明を破滅に追いやったのです。ネロス島を中心として輪のように広がるキクラデス諸島でございます。この東の円は何を意味する？それはゴブリン神話にいう幾千万年の遥かな昔、屈辱の封印を受けた地点かと。デロス島、デロス島がその封印の場所なのか。おそらく。出かけるぞ。身を自ら屈辱の封印の呪いを解き放ってくれる。はは。600年前に沈んだサントリニ島のアトランティスの都は遥か遥かの昔に東に栄えた神々の都を忍んで模して作られたとは。東に存在する円形のゾーンとは。キクラデス諸島、デロス島を中心に古代ギリシャの神々を祀る聖なる島々。ギリシャ神話の神々とはもしや
大飛行クアスチカに関わる超古代文明の代表者たちのことではないのか。ジュン、ヒロ、みんなこれから東のデロス島に向かうぞ。何が起こっても驚くな。父さんのそばを離れるんじゃないぞ。オッケー。 RCDB、 ヒロを呼べ。ゴブリン探知されても構わん。一刻も早くデロス島へ。はいはいさ。おい、逃がすな。野郎、しつこいやつ。ヒロ、ヒロ、応答してください。ヒロ、ヒロ、こっちはそれどころじゃないの。おっと、素早いやつね。あの時の女。屈辱の封印を打ち破れ。この真上はデロス島。必ずや何かが隠されているはず。その昔我らがゴブリンが地底に追いやられた屈辱の島。
さかし、みんな手出しするでないぞ。屈辱の封印を破ったついでだ。夜は始末してくれるわ。それにビームが通り抜けたわ。どうした、そちらから来るのならそう行くぞ。最中で思わず手にした懐剣であった。遥か古代の遺産なのか、果たして。復元された都バビロン。宇宙の石はこの都にクワスチカの兆しを示す。伝説の姿そのままにそびえるバベルの塔は今また何かを裁こうとしているのか。次回、魔境伝説アクロバンチ、夢と情熱の旅へ彼らは向かう。ビタ寄せる波のキララ眩しい巡洋、君は素敵に生きて、強く強く強くひたすらに、走れ走れ走れ、ああ君の笑顔が命の命の命のまばゆさ、おおああ走れ純走れ、振り向いて純 What do you